午後2時過ぎ、札幌市西区ハッサム九条13丁目の交差点付近で、自転車に乗っていた50代の男性が交差点を左折してきたトラックと衝突して巻き込まれました。男性は一時トラックの下敷きになったということで、心肺停止の状態で病院に搬送されました。警察が当時の状況を詳しく調べています。